のさ、もしよかったらこのままうちにおいでよ。そうだ、住むところを探してるならうちに来るといい。ラブから話は聞いているわ。せつなちゃん、実はね、聞いてほしいことがあるの。一緒に暮らす？そう、どうしてもそのお友達の力になりたいのね。うん、わかったわ。それなら今夜一緒に食事するっていうのはどう？そこでせつなちゃんの気持ちを聞きましょう。お母さん、ありがとう。ラブも困ったものね。一体誰に似たのかしら。じゃ、6時にいつものお店でね。きっと今までたくさん苦労してきたのよね。でも私は幸せになってはいけない気がするんです。一つ一つやり直していけばいいのよ。私たちの町でならきっとできるわ。せつなちゃん、今日のレストランも美味しかったけど、私の手料理もすっごく美味しいのよ。私の作るハンバーグもすっごく美味しいんだよ。僕の作る肉じゃがも。明日の夕ご飯超豪華になるわね。ねえせつな、全部食べられる？精一杯頑張るわ。